にゃーにゃーんどうもー、こんにちは春季シュンキー PC のシュンです。今回も、パラサイトデイズやっていきたいと思います。パート11ってことで、前回のお続きからやっていきますってことなんですけど、まずね、左上タップしてハックがンのを一度押してみましょう。いけお、ダブルが変化しました。なにダブハッ、ねダブハッ、ハックダブ

えー、セーブ、コピー、コピーやね。あーでも、待ってよあ。コピー、もうコピーしとこコピーしとこなんだ。で、えー、やっていきましょう。なんですけど。あら、待って。もう一回ある。ハックしたって。お肉に帰りできいの 全部半額はははは私のかわいい百1 3 4号今日も素敵です <laughs> 思い切って薬品を除く必要品は全て半額としましょうおありがとうございましたあはははは前ありがとうございました昨日でいただきましたがはははどうしたオッき君くん今日どうしたオッき君くん今日なんか変だよいつもかいつも変違うか違うねえーっと、どうしようかな やっぱね、ちょっと免疫力上げたんですよね。うん。で、多分カレーライス食べちゃうと、なんか、多分、終わり、終わりに近づくんちゃうかな、とか思うので、やっぱり、健康なものを食べていきたいですね。なんか、当たり前のこと言ったか健,健康な、健康なものを食べていきたいな、とか。ケーキとか、 ケーキ美味しそうやけどな紅茶とかしますいや、でも免疫力上がらんなてか、免疫力上がる、上がるやつってなん,なんか意外とないね。<laughs> これは違うな免疫力上がらんね。あ、これめっちゃ下がっちゃうなこれはこれお薬やね。これはあ免疫力増加するけど、生命力減っちゃうと。 ねえ。でも、まあ、まだあれやもんね。まだ二日あるから、多分このね、薬の、あ、でも足らんな。バイトしよっか。<laughs> バイトしまーす。はい、バイトをしてきました。<laughs> ポイント溜まりました。ってことで、えー、こちらのお薬飲みましょう。 わー、やる人強くなってるのか、ギル。でも、僕も強くなってるわー。この薬品は、財団による、財、財団による、最新、で最新の研究成果の液晶です。生命が持つ免疫力を強化し、マレードな、えー、なんか、マレルドなんゃらコンテラ上に、生き勝つ力を得ることができます。え、なし、こんなの使って、本当に大丈夫僕に殺されない全て計算通りなんだよ。 素晴らしい。自分の体調と、えーと、寄生生物の状態、すべてを客観的に把握した上で最適な薬品を選択する。この、その、そのコンピューターのような冷静さん、あなたは本当に素晴らしいですよ、4134号。感動で薬品投入が止まりません。ちょっと多く延搬でやめてくれ。それはどうでしょう。<laughs> やめてよ。そんな薬品を多く投入しないで。生存。さあ、生存しました。 おっと、死の危険ですね。これはやばいですね。やばいです。なので、えー、ハンバーガーを食べてもいいな。メカブ、メカブも食べてもいいんじゃないそうね、メカブ、まだでも怖いな。待ってよ。どうしようかな。 うーん、いや。ここは、ここはですね。うーん、どうしようか。でも死の危険やからの死んじゃう恐れあるから。うーん、ハンバーガーを食べるか。ハンバーガーいただきますするか。じゃあ、ハンバーガーいただきます。コマンド勝利、必要品の生成を開始します。 さあ、多分、このパートでも脱出不可能っぽいですね。また次回のパートになる、なりそうですね。よいしょ。もしゃもしゃ、ごっくん。うーん、ワジョな感じ。人間は炭水化物と肉一一緒に食べるのが好きだよね。栄養バランスも良くなりますので、自然とそうなるのでしょう。野菜と、野菜と果物も同時に摂取するとバランスはされに良くなります。ハンバーガーには野菜も入ってるね。つまり、めちゃくちゃ健康にいいんだ。しかし、一般的には、 健康でバー食品、ジャンクフードに分類されています。野菜の割合が少ないですし一緒にジュースや揚げ物を摂取することが多いためでしょうせっかく健康に良さそうなのにおかしいねこれからはハンバーガーを健康食品って呼んだらどう うーん、まあまあまあいいんじゃない知らないけど。うん、そうそうでしょうか。どのうち、今、現在ハンバーグを食べれる、ハンバーグハンバーガーを食べれるのは4134号と最大の研究員にごやなんで問題になることはありえないのですが。せっかく健康食品と認てもらえたのにあんまり食べてもらえないなんて。さよならハンバーガー、君のことは忘れないよ。必要品のディスナーあるんで普通に食べられますよ。さよなら、普通に食べられますよ。お、なにウィの価格反応で。 なんちゃらこんちゃら、なんちゃらこんちゃら。やったーは、ははさみ挟まれるもの。ねえねえ、ウォッチくん。はい。ハンバーガーとサンドウィッチって何が違うのどっちもパンで具を挟んだものだよね。難しい問題ですね。基本的にはハンバーガーがサンドウィッチの一種であるという解釈でいいと思います。ふむふむ。サンドウィッチの中でハンバーガー用のバンズを、え、バンズでハンバーグを挟んだものがハンバーガーですね。 うーん、じゃあ、サンドイッチ用のパンでハンバーグをさ、挟んだらハンバーグサンドでしょうか <laughs> <スカッ笑>おきくん、それ違う。えじゃあ、レタスとハムをハンバーガー用のパンで挟んだらうぶん、レタス、ハム、バーガーでしょうかじゃあさ、じゃあさ、このやりとり意味ありますナゲス。十 <laughs> 3日目、生存。おお生き残ってますね。ひぶとい気分。 えもうすぐ発作が起きそう。い準備は大丈夫大丈夫えー、準備大丈夫じゃないということでねちょっと発作が起きそうなんですけど今回のパート11はこんな感じで終わりたいと思います。っていうことでありがとうございました。 最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画おすすめ動画です。Twitter もやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は、えー、画面左の丸のボタンをタップかクリックでよろしくお願いしますってことで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。